ったんですか？街カフェはですね、もともとはあのここの建物自体が私が属している JIA 日本建築家協会の、メンバーの一人の親戚のところだったんですね。それで、たまたま空いてるから、まあ、拠点として使っていいよという話がもともとあった。でその JIA の中で、石巻の復興計画の基本計画みたいなやつを作るお手伝いをするという話があって、それは、市から業務委託を受けたコンサルの下請けなんですけど、まあ、とにかく何か新しい形で関われるっていうか、20世紀土木的な形ではなくて、もうちょっと建築家がその3次元的に街を構成していく機会になればと思って、儲けにはほとんどならないんだけど、そういう機会としては非常に重要なので、ぜひボランティアでもいいからやりましょうということになりました。毎朝ね、そこのこの建物のすぐ下にあるところに集会所みたいなところがあって、毎朝そこで8時に皆さん地域の方が集まって有志でやってるんですね、集会を。その集会にたまたま参加させていただいて、そこでまた紹介されたわけですね。これから手伝っていただけるそうですみたいな、全然聞いてなかったんだけど、そうなんですかみたいになって、もちろんやらせていただきますとか言って、でそこで住民の方ともある程度こう接点ができたということがあって、それを JIA に帰って報告をしたんですね。結局商工会とも今コネクションがあるし、住民の方ともお話ができる体制になったと。もうだからそういうカフェみたいな、カフェっていうか最初は何て言ったかな、 JIA サロンつってたかな、 JIA サロン早く作って楽しく情報を集めましょうということになったんですね。あともう一つ、そういった動き、私自身の動きのほかに、東北大の奪原先生っていうのが早くから乗り込んできていて、で、商店主の有志の方々と何か勉強会というか、まちづくり今後やっていくためにどういう方法があるかみたいなことを一緒に話し合う機会みたいなのを設けてらしたんです。それと東京工業大学の間野研究室の間野先生というのも一緒、それとはまた別で来ていて、それはそれでここの近くの横丁の人たちをと勉強会をしていると、まあ、とにかくあっちこっちでこうでき始めてたんですよ。で、まあ、そういうのとは別にまたいろんな人たちがああだこうだ言ってくるし、海外の人たちも見に来たりしていろいろ知恵をこう出してくれるということが頻繁に起こってくるようになって、そうするともう早くその拠点みたいなものを作って全ての情報を一括してここで集めよう。じゃあ専門家も市民も集まるような、そうですね。でどんな人が集まってきて、最初はその、まあ、日経新聞で取り上げてくれたので、その新聞を見てきました。あと地元の家屋新報にも載ったので、ちょっと来てみたっていうおばちゃんが最初のお客さん、コーヒー出してくれるのなんつってね、その方はね、ちょっと山手の方にお家があって被災してないんですって。だからまあ、この辺応援したいんだよねなんていう話をしてたんですけど、まあ、そういう雑談なんかをこう展開していくようなところ、それからその後はそれこそ大沼先生がイタリア人を連れてきて、耐震工学の専門にしているイタリアの先生を連れてきて、それはイタリアって俺も全然知らなかったんだけど、すごい地震国で津波で被災壊滅した町があるんだそうなんですよ。メッシーナっていう町ね。でそういうところのお話をずっとお聞きしたりとか、あとは本当に子供連れてブラッと来てみたっていう人もいるし、最近は町内会の人たちの集まってくるところというか、ちょっと相談をするためのところという形で利用してもらいたいのと、まあ、あとはあれですね、さっき言ったウバウラチームとか和のチームっていうその学生さんたちが中心になっているところがもう完全に居ついてくれればいいかなと思ってます。どこの組織もそうなんだけど、まず何かどうぞ、何か震災に対してのことをやろうとするときに、インターネットで広報するための体制を整えるとか、体制ばっかりなのよ、やってんの。で僕はもうそれにもつくづく嫌気がさして、そんなことどうでもいいと。地元の人たちと話をするのが一番重要だし、やっちゃうのがすげえ重要だっていうことを思ってるんです今回。だから金すとりあえずの資金だけ借りて、どうもお疲れ様でした。とりあえずの資金だけ借りて、もうあと俺が行くからやりたいようにやらせてもらうぜというスタイルが多分一番動きます今回。そのプロジェクトがね、体制のことばっかりやってると本当に
そこで、やってみなきゃ分かんないことが今回多すぎるので想定したこと通りに全くならないんですよ絶対。だからそれよりはもう気持ち半分で、まあ、行ってなんとかなるかなぐらいでやれば逆に あっちこっちでいろんなネットワークができて助けてくれる人たちもできるし、そう動いていく中で資源が非常にあっちこっちから集まってくるので、体制なんて気にしないでもうがっつり現場でやっちゃうということを大事にしたいと思います。今後はですね、模型を展示したりだとか、例えばこのチームがこういう提案をしているだとか、市はこういうふうに言ってるけどそれと別の代替案としてこういうの考えられるよね、こういうの考えられるよねっていくつかこう複数の復興計画みたいなのを同時に置いておきたいんですね。でそれをできるだけ多くの市民の人たちに見てもらって、じゃあ自分たちだったらどういうふうにするのがいいか、つまり市民の皆さんに考えるための材料を提供したいと、そういう場になってほしい。だから一回その体制が整って物が出揃ったらどんどん来てもらっていくらでも説明して内容について説明して見通しで立たせるの難しいと思うんですけど、はい、どれくらいだとみんな来て大体1ヶ月ぐらいで、ここの運営を軌道に乗せたいと思ってるんですね。つまり常時誰かがいる、来れば展示されているものをある程度見れる、そういう状態にして、でそこからまあ2ヶ月ぐらいでどういう展開にするかですね。とりあえずまず3ヶ月で見てます。3ヶ月以内にある程度 の成果を出したいなと、はい、ここに来るとコーヒーは自由に、コーヒー自由ですよ。これはだから全て日本建築家協会の方の、これも全国から寄付をいただいているのでその錠剤を使わせていただいて、コーヒーをただで提供という形ですね。市民の皆さんもですね、これからまちづくりをお手伝いしたいということで始めた無料でコーヒーを出すカフェですので、ぜひお越しいただければと思います。お待ちしてます。なんか目印とかってあるんですか？目印はでっかい看板をもうすぐ出しますけど、とにかく2階なんですよね。2階の方を見上げて、宇都宮橋から歩いてくると分かるというようなところですね、はい、ありがとうございました。いいえ、こちらです。